はい、というわけでですね、今日は、初めての投稿になるんですけど、イランのアイコニックを、3回弾いただけの動画です。本当にそれだけなんで。じゃね、早速弾いていきたいと思うんですけど、どんな選手が出るのかな？一応見ときますか。ここの上2人は結構惜しいな。強いっすからね。なるほど。あ、強いな。いいよな。おう。なるほど。というわけで、3回引いていきたいと思います。じゃ、まず1回目、早速引きます。どれが出るかな。最近もう黒玉も見てないですからね。当たりは、出だしはいいかな。アイコニックかと思った今一瞬だけ。紫っぽい服だったからな。違ったね。違いました。かっこいいな。ミレンコビッチ選手。なるほど。じゃあ残り2回ですね。当たるかな？当たんない気がするな、マジで。かなりの確率、20%でしたっけ？黒は見たい、とりあえず、1回ぐらい。いやー、ピンか。あー、これは、いいね。三崎京選手。あー、マジかー。かっこいいな、また。イケメンの選手です。もう早いな。秒でなくなるね、本当に。ラスト1回頼む、マジで。欲を持たない方がいいかな。しかも、ソルファノール選手です。当たんないな。しばらく黒見てない気がする、マジで。マジかー。いやー、悔しいな。というわけで、3回引いてみただけの動画でした。ありがとうございました。